頭おかしいよ本当。なんでスパデラ終わった後にドンキーコング始めてんだよ。あ、ちょっと音でけえわけよ。ちょっと待って。本当頭おかしいと思う俺。狂ってる。絶対発狂するじゃんこんなの。なんで始めるんだよ。もう一度俺ここでね、猿まで退化してね、ゲームをプレイすることで今一度自分を見直し、人の道をちょっと再確認したいと思う。もう目に見えてる、もうバナナだってさ、このさ、こう中途半端に俺やったことあるしさ、もう行き詰まること目に見えてるのに。お、結構後ろスタイルいいな。後ろのこうメスゴリ見たな。メスゴリなかなかのスタイル誇ってる。これちょっと音下げたら小さいような気がする。なんかこのジレンマがいつも立ってる。あ、何が唐突に吠えなかった今。これもう入れねえのここ。なんだよ。ウィークか。まあ11月、11月8日。実はねこれスパデラ終わってすぐなんだけどね。本当。頭おかしいよ。スパデラ終わってすぐドンキーコング買うか普通。そう買ったんだよわざわざ。Wii U って Wii U のまあバーチャルコンソールなんだけど、これねスイカで買えるんだ。便利でしょ。あのスイカってあの電子蛍光つまるのあのスイカなんだけど、あれをこの Wii U についてる電子パッドっていうところにピッと当てたらそれで支払いができるっていうね。いや回し物ですよ本当任天堂の。それで買えるもんだから俺つい買っちゃって、これ信じられない。823円だよバカか。今時ドンキーコングに823円出すやつはどこにいるんだよ。俺だよ。あ、やべえ死んだ。猿が一匹逃げた。まあ心配するな。猿が一匹逃げただけだ。なんだこいつ支配してるこの空域一帯を。このなんかこう上行けるみたいな感じ、上行けるところがあるからそこ全部ちょっと行っていこう。まあ、ちょっとカービィは 100% する記録なかったけど、ドンキーコングちょっとね個人的 100% やりたい。まあ、やるかどうかは分かんないよまだ。多分やらない可能性の方が随分高いけど、まあ、それでもやっていきたいんだよ。で今10月コング揃った。おう、あんま嬉しくねえなこれ。苦労してパネル集めた割にあんま嬉しくねえわ。怒んなよ外れたぐらいでこいつパチ屋によくいるタイプか。大パンザル、まあ、もう本当に猿だからなこいつ。これ何価値があるの。これ価値のある箱かもしれない。おこのサイがいるせいでこれ持てねえじゃねえかよ。ちょっとサイどっか行け。まあでも本当にどっか行くなよ。なんもねえじゃん。なんだよ何かあると思ったのに。でだよ11月8日ということで、ちょっとその日のニュースでも読みながら、まあどうせ喋ることねえから今度ドンキーコングで女が取った、まあそういうことでどうせ喋ることねえってことで、まあその日のニュースでもこれ行った方がいいのかな。これここ行けたりして行けないか。ではちょっと今ヤフートップのヤフーのニュースを見てるんだけどね。あ、ちょっとごめんマイク落ちた。まあニュースを読み上げるところでヤフーニュースを選ぶあたりがね、もう俺の程度が知れるってもんよ。まあ、日経新聞なんて撮ってないから、まあ、同時に並行していこう。ロープジャングル、11月8日のニュース、ロシア機墜落英国人が関与か、うん、このニュースはですねちょっとあまり読みたくないのでちょっと読まないでおきます。じゃあ次、痩せ薬安易な処方が横行。これを読んでみましょう。もう猿にニュース忙しいなこれ。飲むだけで効果のある究極の痩せ薬、もうちょっともうこう企画倒れ感半端ないけどね。ちょっと やめます。まあでもなんかちょっと話題のニュース、ちょっとニュース番組ぐらい見よう。ほんと目覚ましテレビぐらい見よう。フジテレビ今凋落必至のフジテレビのニュース番組見て、あでもこれ結構意外と緊張感あるぞドンキーコング。
パンじゃねえよ代わりにもう命が風船一つとして扱われてるこの世界よ。命の価値は、命の価値とは一体、到底バナナ100本分の価値があるとは思えないのこの軽い命。バナナ100本結構価値あるぞ。なんだかんだね、一房いくらだったっけバナナ。一房で大体200円ぐらいだよな、5本入りで。結構するぞ。それがいくら、 5×20 だから大体200円 ×20 だから4000ぐらい。こいつら一つの命結構高いな、猿にしては。いい命してやがる。いや、まあ、まあそれでもやっぱりこうニュースを取り扱う気持ちっていうのはあるのよ。やっぱ俺もニュースをね、いずれ取り扱っていきたいっていうね気持ちは俺にあるんだよ。ちょっとこれちょっともう一回見るわ。うん、なんかおうるせえなこいつ。マー君 AKB に豪華な差し入れというねという見出しがね今あったんだけど、まあ、正直俺はマー君にも AKB にもさして興味がないというね。マー君より俺はサイコの方がどっちかっていうと、まあ、でもねちょっとあのなんかねパンじゃないんだよ俺ね。マー君よりもサイコの方がちょっと興味あるし、むしろ、まあ、でもねそういうなんかこう下世話の話持っていくと自分に返ってきそうだから俺ちょっとやりたくないんだよね。ということで、あのこのニュースもっていう風にしていくと、これあのニュース番組って本当地雷ばっかりだなって思う俺今。自分で言ってみて分かった。話せないことが本当に多いね。だからニュースキャスターとか本当大変だと思うよ。この芸能ニュース扱ってる人とか本当一つの汚れ仕事だと思うわ。パンじゃないんだよ結構これ歯ごたえある。2面だろこれ。だって2面の時点でさ、もうすでにこの嵐に見舞われてるのがやばいよね。これなんかあるんじゃない。もうだって2面っつったらさ、なんかこう1面の、まあ、1面はチュートリアルじゃん。で2面はそのチュートリアルからちょっと一歩出た遊び方、まあき、まあ、未だにこう基本の応用その1みたいな、そのぐらいの位置づけなはずなのにさ、もう完全に殺しに来てるんだもん。やばいよね。あ、これステージまたいでいけるのかこれ。おお、なんかこうおおこの際もどんな気持ちで撮ってんだろうこれ。この際もこんなさ働かされてさ、この仕事で満足してんのか。だってさ、まあ、確かに人からしたらさ天国だよ。こんななんか金色の際をさ、こんなたくさん並べられて、これお金だろうよ。要するに天国だけどさ、サイってやっぱ動物だからさ、獣の誇りとかあるわけじゃん。こんななんかさ人間の手下に成り下がってさ、こんなお金目のも集められるってもう笑いものよ。サイの中のもう帰ってこれないよ。もう一族の長にもう顔が立たないよ。もうこんなことしてたらでね。俺ちょっといまだにねニュースを取り扱っていきたいっていう気持ちはあるわけよ。パンじゃないんだよ。難しいんだよこのゲーム本当に。今のだってさ、あの普通こういうゲームだったらさ、上乗っかったら上行くじゃん。でも上行かねえんだよ。こうなんかここなんか微妙に横行くんだよ。これがちょっときついな。ドンキーコング、いや本当頭おかしいよ俺。なんでドンキーコング買ってんだよ。おかしいよ。これ本当やばい。もうパンの音すら聞こえなかった今。やばい。俺ローブジャングルでここまで苦戦するやついる？ローブジャングルだよ。だってローブジャングルのありやロープねえわ。たまにちょっとぶら下がってくれだわ。ちょっと待って、ここも本気でも行かないとやばい。もうこいつほんと死のアルマジロで、これ多分下の方あるでしょ。この下の方にさ、なんかこうないかな。でもさ、俺さっき確か下に落ちた時これなんかあったよね。そう、落ちていいっすかパンじゃないんだよ。さっき俺は見た、確かにあった。あの落ちた時にあの爆弾があった。爆弾っていうかタールが。俺は取るわ。罵られようとも俺は取る。こっちだっけ。もうちょっとこのゲーム初っ端からむずいわ。
でもおかしいでしょ、わざわざさ調べに行くのにさ、こうやって死なないといけないっておかしくないってことは、やっぱなんか調べ方あんのかなこれはひどいこれはひどい、ドンキーコングやべえな、結構難しいな。やっぱなんか大人向けって感じするもんな、このカービィに比べたらさ。と今陸乗ってたでしょ、明らかに陸乗ってたのに死んだよこれちょ何こいつ強すぎんだけど、ちょっお前はゴリラだろ、触れただけで死ぬな、ゴリラの誇りはないのか、どうゴリラなんだお前は本当に。もう一個のさ、あの体ちっちゃい方だったら分かるよ、あっち猿だったら、でもお前はゴリラなんだからゴリラとしての誇りを見せろ、納得しないぞそれじゃ。もうちょっと隠し全然いけない。まあでもどうせこの手のゲームなんてさ、死んだってどうせすぐやり直せんだから、もう本当も脳みそ退化してるよ。これいけるでしょ、こうやってほらいけた、こういうこと、はあはあはあ、おかしいでしょ今の。タッチ、あほい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 、で今のって多分大砲で行くところだと思うんだよね、要するに左の方の大砲であそこまで飛んでってことなんだろうけど、でもその大砲はどこにあるかわっと分かんねえんだ、うん、こうこうこう、なんでだよ、これ見える、見えるようになってる、下全然見えないんだけど、何これ、はあ、いや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 、こんなの絶対、こんなのどう、どうやってどうすんのこれ、あこれ取ればよかったんだ、トゥルルルトゥルル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 まあいいか別に。ちょっとあそこ、ちょっと次はあそこ調べてくるわ俺。